本日ここは北海道恵比寿に来ております。恵比寿は札幌の隣町で車で約40分ほどで来ることができ、 JR、車ともにアクセスのしやすい場所にあります。さて今回紹介したいのは、この外壁が水色のタイルでできているこの雑居ビルでございます。中にいくつかテナントが入っているようなので、現在の状況を確認してみましょう。今この入り口でもたもたしているのは、スマホのライトが暗くなると自動的につくはずなのですが、若干明るいためになかなかつかないので、手で覆ってみたりいろいろ試してみたのですが、結局つかなかったので諦めました。ここで予想しない出来事が発生しました。おそらく一番奥のテナントのスナックだと思うのですが、急にカラオケの歌が中から聞こえてきました。どうやら歌詞の内容を聞くと清水翔太の曲を歌ってるようです。やっとここでライトがつきました。現在夕方の3時頃なので、まだ営業している店は一軒もないようです。それではこれから2階に行ってみましょう。2階に来てみましたが、どうやらこのフロアには店はないようです。男子トイレ、女子トイレがあるのみです。それと冷蔵庫や、なぜか雑貨のような生活品がたくさん置いてあります。3階に来てみました。3階は個人宅1軒のみです。階段にバケツが2つありました。どうやら上から水が漏れているようです。まずこのビルを見て最初に思ったことは、幼稚園の隣にこのビルが建っているということです。恵比寿にお越しの際はぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。